ございます。2021年、はい、12月5日です。思ったよりまあこんなもんか。でもそんなにものすごい積もったってわけじゃないけど、昨日から実家に来てて、新潟県妙高市ですね、妙高市にいます。まあ雪の量はこんな感じで、12月5日にしては降った方かもしれないね。こんな感じですよ、ね、思ったよりあるよね。これからちょっと山の方にね行ってみようかと思う。お風呂は多分これ無理だね、おそらくね、こんだけ降っちゃうと。で、歩いていけるかもわからないけど、とりあえず、まあ、雪をこれ下ろして行ってみようかなって思ってます。どれぐらい10センチってとこか、10センチぐらいか。はい、こんにちは。本日は2021年12月5日になります。昨日は妙高の方に泊まってですね、今日はまあちょっと昼間長野に行ってきたりして、今お昼過ぎなんだけれども、いつもはね朝っぱらこう向かって、まあね前回今日、まあ、燕温泉にね向かおうと思ってるんですけど、これ左右はゴルフ場ですね。ここのゴルフ場はもうね雪で埋まってクローズにな感じですね。今日はねまたね燕温泉本当はもうね前回ので今年多分最後ですなんて書いたと思うんだけど、一回ね、まあ、入れるかどうかわかんないですけど、結構雪はありますよ、積もったんで、左右のこのね木に積もった雪がね何とも言えなく綺麗だなと思います。こちら、妙高高原なんだっけな、公園線っていうのかな、県道になりますね。すごくこれちょっと画像では分かりにくいかもしれないですけど、登り坂なんですよね、かなりの、ね、雪がまあ左右に、ね、こんな感じでありますね。12月5日、とてもこの雪景色はねとても綺麗だなと思います。まあこれどんどんね上がっていこうと思います。この直線の山道を登っていきまして、初めの温泉街温泉になりますね。まだスキー場はねオープンしてないと思うんでね、温泉街なんかは割と今日日曜日だけど、まあ割と閑散としてる感じではあるかなってとこですね。これが温泉街、なかなかね素敵な温泉街でございますよ。で、何軒かは僕泊まったことがあるんですけれども、とてもいいね旅館といいこう泉質の温泉に入れます。ここはね、この上のツバメ、これから向かうツバメ温泉とは全然温泉のね、この泉質が違って、赤っぽい感じのね、こうサビ水みたいな感じ、あまり表現良くないかもしれないけど、サビの水みたいな赤いね温泉なんですよね。ね、水脈とかそういう温泉のね、源泉が全く違うんでしょうね。全く違った感じの、こちら今から行くねツバメ温泉は、こう白濁したね白く濁った硫黄泉。岩尾の、ね、温泉なんだけれども、この今通った関温泉は全く違う別物でございます、ね、そしてこのトンネルねくぐります。妙高トンネルですね、はい、トンネルを出ますと、いやまたね一気になんか雪の量がちょっと増えた感じでもあるんだけれども、右側もうすごい、なんていうんだろうな、まあ絶壁みたいな感じのね、こういうのり面になってる。そして景色はね本当にすごくいいですよ、とってもいい景色、あーすごい、なかなかの絶景でございますね。ちょっとねやっぱりここまで来ると、まあ、ね、除雪されてるからね、まあ、そこそこ大丈夫なんだけれども、まあここまで来るにはねやっぱり四輪駆動じゃないと、ね、結構厳しいものがあったりする。まあね、とりあえず来れたんでよかったけれども、このまあね大体冬のねもっと本格的なシーズンになるとこれ以上上は行けなくなるんだけれども、とりあえずはですね今の段階ではまだ行けそうなんでですね、ちょっと行っちゃおうかな。ね、ここも歩くのも大変ですからね、結構ね行ってみます。結構な登り坂、タイヤ滑ってるね、結構滑ってる、なんとかでも登れそう。
水が流れてるからね。いい温泉街でございます、ね、日曜日の午後、若干やっぱりね、まあ、閑散としてる感じではあるかな。お客さんはあんまりいないかもしれないね。まあ、これからね、露天風呂入れるかどうかは全然わからないけれども、雪は結構ある、30センチぐらいあるかもね。そんな感じでございます。12月5日行ってみる。結構な坂道を登っていきますよ。温泉街を抜けていくとですね、こちら黄金の湯オープン中、やってんだね。やってるけど人が入ってるかどうか何とも言えないけども、行ってみるよ。一応ね、人が行った後はある、あるけど、あることはあるってだけで、相当雪はあるね。こんな、わかるかな、これどう、30センチぐらいあるっちゃあるかな。結構大変なところをね登っていきますよね。こういった感じ、いきます。よし、いけそう、なんとか。おお、人がいる。いけるんだ。入ってる人いるかもね。行ってみる。結構きついね。こんな感じ、雪景色素晴らしくないですか。なかなか。そして多分ね、温泉の廃油、排水なんだろうけど、流れてて、通路がね、には雪が積もってないというね、素晴らしいシステム。ちょっと息が切れてやばい。喋れない。ようやく近づいてまいりましたね。人の気配は、まあまだわからないけど、ここね、黄金の湯って書いた看板があります。ここ、ちょっとめくるとね、黄色っていう出口が出てきますよ、きっと。はい、どうだっけ、ね、あれわからない。いや、手が冷たい。あ、妙高って書いてあるのか、妙高って書いてある。行ってみる。完全に雪に埋まってますが、本当は朝一で行きたかったんですけど、ね、朝はちょっと用事があって来れなかったんですよね。おっと、はい、OK ですね。素晴らしい雪見風呂、雪見露天風呂、誰もいないうちに入ろうと思います。今年ね、前回最後かもしれないって言ったけど、入りますよ、ね、これが最後です多分。あったかい。めっちゃあったけ、もうすごい、これはめちゃくちゃ気持ちいい。最高っすね、これはね。めちゃくちゃ気持ちいいですよ。適温、すごいいい温度、ちょうどいい。お分かりになりますかね。硫黄泉なんだけど、こう湯花みたいなのがね、いっぱいこう浮かんでるというか、浮遊してるっていうか、こんな感じ。まあかなり透明度は低くてですね、めちゃくちゃ気持ちいい。でもこの時期マジおすすめ。すっごい気持ちいいですよ、マジで。まあこれも最高だね。気持ちいい。この雪をね、見ながらのお風呂、最高っすね。ちょっと雪、舞ってる感じもある。
このバッグのこの木とね、あれなんか、ちょっと雪降ってる感じ。聞こえないかな、声。どうだろう。こんなですよ。あ、すごい。最高。最高です。暑い、暑いぐらい出てきてるの、多分40度以上ある。すごい暑い、暑いね、だいぶ暑い。全然あのぬるくて入ってられないとかそんなじゃないです。めちゃくちゃ適温、すっごい気持ちいいですよ。まだまだ入れると思う、きっと。これ以上積もるとどうだかわかんないですけど、でもまあ相当気持ちいいですね。今本当に最高の温度って感じがする。これ本当に超おすすめでございます。ちょっともう足を下げるともう映らないね感じの、非常に濁ってる感じのね。でもいい濁り具合ですよね。景色はもう最高、言うことなしですね。この辺の雪がついた木もなんとも言えなく綺麗ですね。向こうの山もすごい綺麗。突出してる。でお湯はこんな感じですね。かなりあったかい。毎分ね、何リットルとかそういうのはちょっとわからないですけれども、でもね、かなりの量出てますよ。そして、まあ、触っててちょっと熱いぐらいですね。多分44度あるんじゃないかと、下手すらもうちょっとあるぐらい。もうちょっと、ずっと入れてるのが熱すぎるぐらいの感じでございます。ね、こちらから出てますね。まあ、上は配管になっててね、源泉はもうちょっと上の方なのかと思いますけれども、まあ、とにかく最高に気持ちがいいです。はい、このちょうど岩にね、これここが本当にすごいいい感じ。あの楽で、あー、超気持ちいい。最高、最高です。もう寝ちゃいそう、ね、楽、ここが一番楽。最高ですね。あー気持ちいい。雪が当たるんですよ。こう多分木から落ちてくる雪なんだろうけど、当たるのがめっちゃ気持ちいい。最高。最高でございました。ブヨブヨで、ブヨブヨですいません。お恥ずかしい。昨日と同じ格好でライブ配信の時はね、そのままこれしか持ってこなかったんで、ね、今日はねこれからまた新潟に帰ります。めちゃくちゃ温まりますよ。もう体ポカポカ拭いたら、いやーよかった、来てよかった。こんなに快適に気持ちいいと思わなかったな。もうちょっとぬるいかと思ったんですよ、正直。ところが全然あったかい。はい、支度完了。帰ります。はい、いや最高、最高でしたね。雪もこもこですよ、かなりある。そしていつもあの有志の募金をね、募金を僕していくんですけど、だけど箱がないんだよね。箱がないからちょっと今回は入れようがないですね、残念ながら。なんで、まあ、次の時にしますね。また
来年ですね、まあ、本当に今年1年でね、まあ何回来たかな、何回か来させてもらったけどね、本当に最高の温泉をね、いつもありがとうございます、はい、ということでね、また下っていこうと思います。最高でしたね、山はこんな感じ。今日はね、これ以上先はいつもあの何回か放送してるんですけど、あの総滝っていう滝がね、あそこから見えるスポットがあるんだけど、ちょっとね今日は行けないですね、残念ながら。はい、というわけです。はい、下っていきます。はい、今ねちょうど温泉街の方がいられて、お話ちょっとできたんですよ。ちょっとね、お話取ればよかった、取ればよかったんだけど、ちょっと回せなかったんだけど、あの1月2月は入れないらしいですね。あの危ないっていうか、もう雪がやっぱりね、もう人間の背の高さよりはるか上まで積もるから、あのまあお湯は出してるけど、あの入れないらしいですね。3月になったらまたね遊びに来てくださいと言った言われましたね。だから3月に来れたらね、また来たいですよね。去年何月だっけな、雪のものすごい時にね、僕入ってるんですけど、去年しか、今年か、今年ですね、今年入ってるんだけど、またねそれぐらいの時期にね来れたらいいなと思っておりますね。今シーズンは本当にこれが最後でございましたね。もうちょっと僕来ることはできないんでね、最後に本当に気持ちよく入れてよかったです。はい、ではね、新潟に戻ろうと思います。じゃあご視聴ありがとうございました。バイバイ、バイバイ。すごい雪、すごいよ、雪すごい、マジで、ね、ここが燕温泉でございます。